こんにちは、にです。今日はムービーモンスターシリーズ新ウルトラマンゼットン、こちらを開けていきたいと思います。箱がめちゃくちゃでかい。新ウルトラマンのね、ムービーモンスターシリーズ最後の怪獣になるわけなんですけども、カッターで切って、よいしょ。どんな感じでしょうか。ずい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 と。よいしょー。お、もうズドーンと入ってる感じですね。ブリスターで、あ、カッターで切んなきゃいけないのか。カッターで切って、よいしょ。これでいけるかな。あ、ダメか。反対側も切んないと。反対側、あ、横も全部四方止まってるのね。よいしょ。全部切っちゃいます。よっと。よいしょ。新ウルトラマンの怪獣全部揃うと思ってなかったからね。これがラストピースになるわけなんだけども、最後の最後でゼットンですよ。じゃんと。すごい形だよね。これ入るかな。結構でかいな。結構でかくて、そしてこれどう立たせりゃいいんだ。立たしようがないね。下が尖ってて、ちょっとブリスターを脇に置いて手で持ってやるしかないな。何にも台座とか用意してなかった。こんな感じで大きさ比較が難しい。結構でかいんだけども、現行のウルトラマンの側尾ブレーザー横に持ってくるとこういった感じですね。実際の映画ではもっとウルトラマンちっちゃくて、こんぐらいなイメージかな。もっとちっちゃいのかな。ちょっともう忘れちゃったけど、まあ、かなり巨大なんだよね、このゼットン。いや、すげえな。すげえんだけど、まあ予想通りっていうか、ぶっちゃけトークをすると期待はしてなかったっていうか、僕の求めてるソフビではないっていうのは最初から分かっていたんだけども、最後のもうねピースというかなんというか、これで締めないとムービーモンスターシリーズ終われないから、新ウルトラマンのね。だからまあ買うしかねえなと思って買ったんだけども、まあやっぱり予想通りっていう感じでしょう。何が予想通りかっていうと、ハイブリッドの継ぎはぎソフビなんだよね。どう頑張ったってこれソフビで全部を再現することは難しいっていうのは分かっていたから、まあね、継ぎはぎになるだろうなとは思っていたんですけども、やっぱりそうですね、接着剤でガンガン止めていくようなスタイルで、中身全部空洞で、どうだろう、手とか体は空洞だけど、この辺の胸の部分とかはあれだよね、インジェクションパーツみたいなのを貼り付けていってるような。特にこの辺の顔周りとか、これちゃんと中抜けてるよね。フィギュアとしてはすげえよくできてるんだけども、そのソフビならではの、ここどうしても作れないからソフビだからこうしちゃえとか、そういうのがないっていうのが、まあ、個人的にはそんなに好きじゃないっていうか、この辺難しいところだよね。きっちり作るんだったらフィギュアーツでいいじゃんとか、そういうところはあって、まあでもあれか、安心してガシガシ遊べる、ガシガシ遊ぶ値段じゃねえんだよね。1万円ぐらいしてたよね。そういうところでは需要はあるのかもしれないけど、後ろっ側こんな感じで。いや、しかしすげえ形だな。で、これ足あれなんだね、こう離れてるんだね。ピタッとくっついてるのかと思ったら、こう離れてる。すげえな。でも形はほんとすごいかっこいい。もうちょっとアップで見てみましょうか。よいしょ。顔周り。これちょっと待ってね。ちょっと待ってね。今回雑談みたいな感じで撮ろうと思っているんで、こう、あんまり編集なしで行くからこんなちょっと待ってねとかやっちゃうんだけど、カメラの位置を少し上げて、顔のね、このぐにゅーんとなってる感じとかすごいね。で、クリアパーツで、この真ん中の部分ね、こう作られていて、細かい溝もしっかり造形されていて、まあすごいはすごいな。ここは動きはしないか。軟質のまあ中詰まった感じでできていて、どういう風に作ってるんだろうこれ。どこでどうパーツが切り分けられていて貼り付けられているのかっていうのもちょっと分かりづらいっていうか、そういったところではすごいよくできてるね。でボディとかこの辺はソフビで中空になってるのかな。いや造形細かいね。この放射状になった線の入り方とかこの辺すごいわ。手のこのトコトコとかもめっちゃ気持ちがいい。でこれは貼り付けだろうね。これインジェクションの多分パーツをペタッと貼り付けていってるような感じで、手の先っちょの 手でいいんだよね。手の先っちょのこの辺もインジェクションのパーツを貼り付けているんだと思うんだけども、やっぱこの線の入り方がすごくかっこいい。いやー、なんか文句ばっかり、そのインジェクションのね、そのハイブリッドスタイルに文句言ってるけど、すげえよくできてるわ。いやー素晴らしい。ここもこう細かく線が入ってるんだね。クリアパーツになっていて、ここ貼り付けだろうね。脇の部分、脇は結構すっきりしてるんだ。ここは全然何も模様とか柄はなくて、で背中側ね、背中もこのシュッ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 って線がずっと入ってるのが素晴らしい、かっこいい。腰回りもすげえな。やっぱ全身このなんていうの、ひし形みたいな感じなこういうパーツにこう放射状に線が入っているっていうので構成されていて、その放射の入り方がめちゃくちゃ、いいね。こことかもかっこいいね。めちゃくちゃいいね。やっぱデザインがすごい。でそれをこうハイブリッドでここまで再現しているっていうのもすごい。ここら辺やっぱこのパーツの組み合わせでこのパターンを作り上げるっていうのがやっぱりセンスがすごいんだろうね。ただ並べればいいっていうだけじゃないっていうか、こうかっこよく綺麗に配置するっていうのがすごく難しいと思うんだ。それでゼットンにしなきゃいけないからね。でここ抜けてるね。ここもどうなってるんだどういう風にくっつけているのか。ここで切れ目があるな。ここで切れ目があるんだけど、じゃあここの横からピロッと出てるのはどうやってんだみたいな、パーツ分けが本当に分かんない。結構固め中空なのかどうかが足も分からんな。でも中空だと思うんだよな、ここら辺は。シャープでね。やっぱこれはこういう作りで作んないと成り立たないな。ゆる造形のね、新ウルトラマンゼットンっていうのも見てみたいっちゃ見てみたいんだけどね。この辺とか繋がっちゃってね、むにゅーんとした感じになってるのとかも。いやこれはまあうん、これでありなんだな。いや、すごい形です。まあ、難点は、これどう飾るんだってとこだね。こうもう立ちようがないから、何かしら台座つけて欲しかったな。なんか台座があればね、それを使ってこう、一緒に飾って、前にいっぱいね、新ウルトラマン怪獣を並べてやったりできるんだけども、それがちょっとできないっていうのは、まあ、自分で買って、何かしらね、支えを作ってあげればいいんだろうけども、いいお値段のね、ソフビだから、台座入ってて欲しかったですね。うん。まあそんな感じで、ムービーモンスターシリーズシン・ウルトラマンゼットンのレビューというかなんというか雑談でしたね。はい。今日の動画いかがだったでしょうか？もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。